実際にこのヤクザをやっていたこの土地でですね、このような形で牧師としてですねお話しできるというのは、なんか何でしょうね、これ神ですね、神。そうですね、まさに僕あのちょうど20代前半の頃にこの辺ビラを配るバイトをしてまして、おそらくかぶってますね。かぶってますか、はい、どこかでちらっとお見かけしたと。ちゃんとお金払いましたか。あの私の実はあの友人でですね、あの知的障害と身体障害とあと精神障害を120人あの抱えている友人がいるんです。浜松トータルケアセンターというんですけれども、そこで安間孝明という人間が私の友人でいるんですけども、牧師をしながら障害者を支援しております。そういうことを思い出させて、私もあの年に何回か行って朝礼行ったりですね、あの作業所に行ってやるんですけれども、あの見るからにあのゴッホに似てきてますよね。あの時は、あの時は、はい、今は全然違いますけど、ね、全然違いますね。あの当時は25キロぐらいあの、まあ、減量したというか、監督からのオーダーは30キロ痩せてくれと言われて、まあ、その急に減量すると非常に体にも良くないので、まあ、それこそ、まるでこう生食者のような生活を当時はしてまして、8ヶ月ほど、そうですね、一汁一菜って言ってその、教える、まあ、ゴッホっていう人を皆さんどれほどご存知かわからないんですけれども、もともと聖職者を目指して、活動していた方で、まあその後聖職者になることを諦めて画家を目指すんですけど、非常に質素な生活をしていたということで、まあ、じゃがいもとそれこそあのスープだけを毎日飲んでいたような方なので、それと、まあ、にちなんであの一汁一菜だけを、毎日同じ時間に食べるということを続けた結果、まあ、25キロぐらい痩せた。あのやっぱりゴッホになりきってということですか。考え方としてはですね、ゴッホという方はキリストに憧れた方なんですね。だからキリストになろう、キリストように生きたいと考えてた方で、ゴッホになるというよりも、むしろそのキリストになる憧れていたゴッホを演じるときに、僕もキリストになりたい、それだったらできるのじゃないかと思って、ずっとそういう意識で生活はしていました。あのゴッホという方はその当時 の, あの宗教者たちに弾圧をされるというか、いじめられるんですよね。そうです、ね、あのハドソン・テイラーというその中国に伝道した人もですね、自分を支援してくださる方々から中国人の真似をするとは何事だということで、批判を受けたりとかするんですよね。その中であのゴッホという人は、私は本当のキリストの伝道者だと思うんです。あのなぜかならその炭鉱夫のところに行って同じ格好をして同じ食べ物を食べて、貧乏をしてですね、あの日本では香川豊彦という人がスラム街に入ってあの労働者たちのために働きましたね。そのようにしてゴッホはですね、あの時代が時代なら本当にものすごく伝道者に私はなったと思うんですが、神様は彼を愛しているので絵という才能で、ものすごく世界を変えていく器になったんではないかと私は思っています。はい、その辺のこともね、本当に竹内君監督とはもうずっと長い時間をかけてゴッホっていう人を描くときに何が必要かっていう、まあ、茶月の内容から僕が演じる上でっていうのはずっと随分話し合いました。そうですね、だから岸さんに1年ぐらいかけてそのゴッホの書簡集を毎日1ページずつ読むことに何か意味がある気がしたんですね。その聖書も分かんないけど、分厚い書物を一気に、ね、あの 寝ないで1週間かけて読むこともできなくはないじゃないですか。それはあまり意味のないことな気もしたので、あとゴッホが引用した聖書の部分を読んでみたりとかっていうような生活を続けて、まあ、最初に竹内監督からそのゴッホの書簡集が全7巻出てるんですけど、それをプレゼントされてですね、1年ぐらい前に、そこからゆっくりとこうで、そのことをまた僕が感じたことを監督と話し合って、あのシナリオも一緒にあの編んでたので、
まあ、そんなような生活でしたね。だからゴッホがあの絵画を始めてからも根底にはそのキリスト の教えがずっともうあって、でそういった関係の、まあ、このタイトルにもなっている種をまく人とか、あのそれが、まあ、元はジャン・フランソワ・ミレの種をまく人っていう絵の模写なんですけども、そのフランソワ・ミレのその種をまく人っていう絵はその聖書から引用される、あれからあの描いてる絵なんですね。でゴッホもまたそうやってラザロの復活とかいろいろそういった絵を描いてて、まあ、本当にずっとそれは根底にあって、自分はあのキリストが言葉の種をまいたように僕は絵で人々の心を救いたいっていう風な気持ちでずっと描いてたんですね。それがまあ今僕たちがこうやって彼の絵をなぜ愛しているかっていうことにもつながってるんじゃないかと思いますけどね、はい。まあ、実際にそのゴッホが貧しい者たちのところに入っていっただけではなくて、晩年病気によって自分自身がその弱者の立場になって精神病院を何度も入退院繰り返しながら書き続けていくという、その弱者に今この本作はね、本編はあのスポットを当てていらっしゃると思うんですけれども、私たちはその犯罪、私たちの教会というのは刑務所が出てきて行き場のない人を教会に寝泊まりをさせて、社会復帰させる働きをしているんです。でその障害者の方々とはまた違いますけれども、ただ共通しているところはレッテルを貼られるってことですよね。あのお前はこうなんだっていうそのレッテルを貼り付けられた人が社会復帰するのはものすごく大変なことで、それは本当にあの特にまたあの障害者の方々ご家族のサポートがあれですし、で実際に私刑務所3回しか入ってないんですけど、あの必ずですね、あの30人ぐらい あの工場っていってね、受刑者がその仕事をするところに必ず知的障害の方がいらっしゃいます。必ずあの身体障害者の方もいらっしゃいます。それはその受けるあの親があの死んでいく、亡くなっていくだけではなくて、そのセーフティーネットがやっぱりその行き届いてないところもあると思うんですね。刑務所に入らなくてもいいような人たちも入らざるを得ない、経済的に、そういう現実も、現実あると思います。はい、なるほど。でもその今回僕たちが、障害を抱えた方、まあ、ゴッホも含めてですけど、シュートするのはあの今回のいちかちゃん、まあ、いっちゃんが竹内君の実際の姪っ子さんでして、でまあ、彼 の, その長年の彼女の誕生からずっと何だろう考え続けていた、いろんなことを、まあ、映画としてどうしても撮りたいということでスタートしたんですよね。だから先ほどあの新藤先生がおっしゃったレッテルって話で言うと、この映画の中の三男っていう人物が一見あの初めの方は多分見ている方は普通に見えると思います。まあ、普通っていう言葉が正しいのかどうかわからないですけども、まあね、優しい感じのおじさんに見えると思うんですけれども、ただそういったあの、まあ、過去にそういう精神科病院に入ってたっていうだけで、ああいうふうに人からちょっと差別を受けたり、まあ、本当に病名とか、まあ、障害もそうですけども、そういったレッテルっていうこと、まあ、それを自分の中にもどういう名前が付けられていないものもありますね。その決めつけちゃうっていうこと、彼はこういう人物だっていう、そういうものもなく、まあ、なくすというか、そこの正常と異常の境目っていうのは非常に曖昧で、そこをやっぱり何か見つけてほしいっていう気持ちがこの映画を、まあ、作らせた一つでもあるんですよね。実際その病名がつかないボーダーな、まあ本当にその言う人もいるし、その刑務所の実際的なその調査の中でもあのボーダー限りなくグレあの黒に近いグレーのようなそのまあそういう障害になるではないかという人が
実はもう1割以上いるというふうに言われているんですね、うん、今お話をしてて思い出したのがですね、この本映画はロサンゼルスの、アジアンパシフィック映画祭というところで計4つ賞をいただいたんですけれども、その映画祭はアメリカの、アジアマイノリティの方たち、アジア、日本人の移民の方であの子孫の方であったりという人たちが、経営をしている映画祭なんですが、そこで、まあ、運よく私がの、主演大賞をちょっといただいたんですね。でそれでいろんな方から、感想をいただいて、その上皆さん共通してたのは、その僕の三つ男という役を見て、アメリカで当時その、まあ、今はそれほど差別はないらしいんですけれども、やっぱりその、まあ、社会の中から排除されていた自分の祖先を見ているようだったっていう意見がものすごく多くてですね、その苦難を、まあ、この映画の中で社会から排除されていく僕の姿を見てっていうのが、まあ、さっきのお話ともすごくつながるような気がして、本編の中でそのこう私はその三つ男の中にねキリストを見るんですよね。それはその可愛い姪っ子のために口を閉ざして自分が流中に入っていくと、入っていく流中では私の地元にあって、私も少年とヤクザの時に2回流中に入ったことがある川口警察署が出てきますもううちから本当に近所なんですね、地元なんです私あそこが。それで普通っていうねことがキーワードかなと、奥様のお母さんの家庭におけるね普通ね、普通を考えさせて、普通って怖いですよね。そうですね。ね、普通っていう言葉っていうのは本当にもうそれぞれで、ね、本当に各個人にそれぞれ普通っていう基準があるから、そこはもう決められないんですよね。自分の理解を超えて理解できないと普通じゃなくなるんですよね。だから皆さんのその物差しが普通がみんな物差しが違うということだと思いますし、うん、だから逆にそういった、まあ、障害とかを持った方とか、うん、ちょっとうまく生きれない方とか、うんっていう方こそやっぱ普通になりたいとか普通に生活したいとかってやっぱ思っちゃうんだけど、そういうことが普通になりたいっていう、まあ、ある意味一つの病みたいな感じになっていますよね、日本は。はい、そうですね。で実はその僕ミソだなと思ったのは、そのレッテルを貼られてる三つ男が結局はその家族の罪を負って流中に入っていく姿ですよね。一番いいことしてんじゃんみたいなだけどもそこに僕はキリストを見た。キリストっていうのは実は全人類の罪を負って十字架にかかって死んでいくっていうことなんですね。聖書で書かれているってことは、これ皆さんに布教しているわけじゃないんですよ、聖書を教えているだけですそれで三つ男さんは可愛い娘のためにそれをするんですよね。でもイエス・キリストという神が人間になった人は人類を作った神なので、それをすることができたんですね。で黙ってそのことをする、そこになんかこのキリストをかぶらせて言ってるんではないかと思ったんですが、どうなんでしょう。やっぱそうだと僕は意識はしてました。ああそうです。なんかそのシナリオの部分に、ただ、そのことに対してそういう理解でいいんだよねみたいな話は実は一度もしてないんですけど、はい、ただやっぱり、映画ってそもそもやっぱ西洋のもの、うん、文化ですから、当然その海外の映画祭にでちゃんと理解される話にしようといった時に、はい、やっぱりキリスト教のことは僕らは一番こうマストのこととして勉強しなきゃいけないし考えなきゃいけないっていうのはよく話してたんですね。そうですね。まあこの話の元になったゴッホっていう人が、まあ、まさにそのプロテスタントカルヴァン派の厳しい親の元で育って、はい、っていうことから始まってるので、そこはもう避けては通れないところだったので、多
そこは、ね、常に話し合ってて、うん、あのおじいちゃんもおじさんもお父さんも牧師だったというね家庭ですよね。そうですよね。そうなんですよ、ね、今実際あのその当時にね私がそのギャングをやめました、薬剤やめました、でゴッホのようにゴッホの時代に牧師になりますって頑張っても多分私もなれなかったと思います今はね何かこう門が開かれて、努力して、まあもちろん神様に選ばれてないとあの牧師はできないんですけども本当にこの映画その聖書のベースが土台がある人は多分あこれ聖書がもしかしたらいやキリストが土台になっている映画じゃないかなって分かります。分かりますよ。そういう、そうですね、なのでクリスチャンの方にも僕これから宣伝していきたいなと思っていますので、ありがとうございます、はい、本当にありがとうございます、はい、だからまあ本当にそういった方以外でもこの前のその、まあ、日曜日と水曜日に日本語字幕の上映をやってるんですけども、そこにはやっぱりロアの方が結構いらっしゃって、はい、でこの間は本当に目もちょっとほとんど見えない方が来ていただいて、で右も目も不自由なのに何かを感じてっていただいた、それがちょっと不思議で、であと僕の姪っ子とかもまだ6歳なんですけども見に来てくれて、で1回見ていろいろ感じた後にまたもう1回見たいってで見に来てくれて、素晴らしい感想をいただいて、もらって、だからそこは本当に宗教とかそういうことの垣根も超えて何か本当にいろんな人に見てもらいたいなっていうふうには思いますね、はい、そしてまた、まあ、大婚約者は誰もいなかったですねありがとうございます私自分で言うの先生がそんな映画に出てらっしゃるとはもう。さすが俳優、誰でも俳優、出るっていうほどのもんじゃないです、本当に何十秒とかそういうこと、はい、優勝して、今何でしたっけ、タイトル忘れちゃった自分で、なんだっけ、海老名壇上という牧師の、前回は役だけだったんですけど、今はね、牧師が説教しているシーンを撮りまして、この間、はい、荻野吟子っていう、人の生涯の一粒の麦という映画今新宿かどこかでやってると思うんですけど、そこで牧師役で、はい、やらせていただきました。皆さんそちらもぜひチェックしていただいてテアトルかどこかでやってると思うんですけど、荻野吟子ってやっぱクリスチャンで、牧師のね妻になるんですけど、初めての女医です。女医さんで、はい、埼玉の人なんで応援したいなと思います。埼玉ですごい撮ってますよね。もう僕は埼玉出身なんで。あ、だからですか。もう埼玉、飛んで埼玉に負けないほどちょっと飛んで埼玉をね、なんとかちょっと超えましょうよ、そこをね。嬉しかったのはやっぱり所沢小学校が、私所沢川口とか蕨なんですけど、所沢で出てたでしょ。そうです。でも残念ながら弟が乗ってる車は市川ナンバーでしたね。あ、分かりました。分かりました。気づかれましたね。2人目でした。はい、あれはちょっと市川にいる友達がわざわざあれだよね、大宮まで乗ってきてくださって、それを使ってるので、ちょっと時間がなくて、ちょっとすいません。あ、すいません。言っちゃいけない。いや。でも地元も嬉しかったですよ。もう川口警察は出てくるし、僕の別荘ですからね。ほとんど埼玉。ね、留置所はですね、すっごく明るいんですよ。悪いことしないように。はい、すっごく綺麗で、で鉄格子だけじゃなくて金網もついてます。で、じゃあ食器口があって犬みたいにこうちゃんと食事がこう受け取れるようになってて。埼玉県警は畳敷きなんですけど、東京都内は警視庁はカーペット張りです。ものすごく綺麗ですね。はい、で水洗便所で自分で流せないんです。自分で流せないんですか。用を足したら便水お願いしますって言わないと流れないんです、はい、どうでもいい豆知識で、ね、皆さん知ってもどうにもならないことなんですけど、はい、留置所はすごく綺麗です、はい、僕らのね留置所はあそこはね、まあ、
え、想像的な想像的ちょっとね誇張してデッドしてで、 でも伝わってきますよ、ね、あのお母さんが何も悪いことしてないのにっていう ね、 そ う、 ですね。うちのおふくろはね、もううちのおふくろはうちの達也が悪いんだからって言ってましたけど何かいろいろ考えさせられました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はいはい、ではそろそろ お時間の方になりますので、先生ありがとうございました。ありがとうございました。改めて拍手をお願いいたします。それではですね、最後に、お写真のお時間を1回だけ設けたいと思います。皆様、まだ撮り足らないという方はこれが最後のチャンスになりますので、ぜひ後ろの方遠慮せずにですね、前の方